燃え尽きたアランステージーの車、1960年、ベルギーグランプリ。左上は、レース前のステージー。1960年ベルギーグランプリは、1960年回、1世界選手権の第5戦として、1960年6月19日に、スパフラン・コルシャンで開催された。クリス・ブリストーとアランステージーの死亡事故及び、 スターリング・モスとマイク・テイラーの第事故により、第1史上最悪の日の一つとして知られる。レース距離は24周から36周に延長されていた。順位は、非乾燥者の分類に関する規定による、珍しい結果となった点が強調される。現在の規定のもとでは、グラハム・ヒルは、オリベエ・ジ・ャンドビアンより先に35周を完走していたため、3位とされたであろう。 ヒルはピットインしてリタイアとなったが、それは優勝者のゴール後にフィニッシュラインを越えなかったためであった。この規則の適用は実際には一貫性がなく、1959年ドイツグランプリではハリー・シェルは60周回が規定されていた中、49周しか周回しなかったにもかかわらず7位となっている。ベルギーグランプリは1958年以来の 開催となった。レース週末はいくつかの重大な事故が発生し、2名のドライバーが決勝での事故で命を落とした。スターリングモスは予選中にクラッシュして重傷を負い、戦列を数ヶ月離れることとなった。マイク・テイラーも予選中の別の事故で生命を脅かすけが多負い、そのキャリアを終えた。アラン・ステイシーとクリス・ブリス島は決勝の事故で死亡した。ホングランプリは インディ500、オランダグランプリに続いて、今シーズン死亡事故が発生した3番目のグランプリとなった。このグランプリの後、複数の死亡事故が発生したグランプリは1994年サンマリのグランプリとなる。レースの周回数は24周から36周に増加していた。そのため、多数のドライバーが故障のために自退やした。完走したのは6名のみであった。 トップチームのクーパークライマックス、ロータス、BRM は前線と同じドライバーラインアップであった。しかしながらフェラーリはリッチー・ギンサーに変えてウィリー・メレスを起用した。メレスはこれがデビュー戦であった。ギンサーは次戦フランスではスカラブからチャックデーのチームメイトとして出場し、イタリアグランプリでフェラーリに復帰している。いくつかのチームとドライバーは プライベーターとして、ロータス18、クーパー T51 を使用した。モスは、RRC ウォーカーレーシングチーム、テイラーは、テイラーマイナスクローリーレーシングチームからロータスで出場した。ルシアン・ビアンキは、エキップナチオナーレベルゲからクーパーをドライブして出場した。ヨーマン・クレジットレーシングチームはクーパーを使用し、オリビエ・ジャンド・ビアン、トニー・ブルックス、ブリストーを起用した。 ドライバーズランキングは、マクラーレンが、モスに3ポイント差で首位に立ち、ジムラスマンとジャック・ブラバムが8ポイントで3位に並んだ。コンストラクターズランキングではクーパーが、ロータス、フェラーリを抑えて、首位となっていた。6連続ポールポジションを記録していたモスは、予選で激しくクラッシュした。バーネンビルカーブに入る直前に、モスのロータスは、左前輪が外れ、コントロールを失った。 車はスピンして丘にぶつかり反対側のコースに入った。モスは車から投げ出され意識を失ってコースに横たわった。直ちに病院に搬送され何本かのあばら骨と脊椎、鼻と足を骨折、その他の負傷が診断された。モスは負傷のため数ヶ月の休養を要し選手権に復帰したのはポルトガルグランプリからであった。多くのドライバーはモスを助けるために 事故現場で停止した。サーキットのサイズが大きすぎたため、救急車が現場に到着するまでには長い時間がかかった。これは、この後数十年にわたって、なぜ世界選手権で短いサーキットが採用されたかの一つの理由であった。テーラーは医療スタッフに事故があったことを伝えるよう他のドライバーに頼まれた。彼はピットに向かったが、その途中で同様の事故に見舞われた。 車のハンドルは壊れ、彼は車外に投げ出された。木に体が叩きつけられ、脊椎に重傷を負ったテイラーは、レーシングドライバーとしてのキャリアを終えることになった。事故後も数年間麻痺が残ったが、療養後完全に回復した。その後テイラーは、ロータスのチーム監督であったコーリン・チャップマンを、不完全な車を設計したということで訴えた。車の設計者に対する、 初の訴訟にテイラーは勝訴し、療養費用として大金を受け取った。モスの事故で予選は終了し、ブラバムが2番手に2秒以上の差をつけて、ポールポジションを獲得した。2番手にはブルックスが入り、2台のクーパーがフロントローに並んだ。スパの長いストレートは、フロントエンジンのフェラーリに有利に働き、フィルヒルが3番手に入った。4番手には、 ヨーマンクレジットレーシングチームのクーパーをドライブするジャンドビアンで、その後には BRM のグラハムヒルトヨーボニエが続いた。ロータスの最高位はイネスアイルランドで7番手となり、その後にはブリストーとジムクラークが続いた。10番手にはボルフガングフォントリップスが入った。スカラブは競争力にかけ、15番手、17番手であった。リベントローは、 コールタイムから19秒、デーは28秒遅れであった。ブラバムは、スタート勝負を制し、レースをリードした。2位には2台を抜いて、ジャンドビアンがつけた。しかしながらジャンドビアンは、ロータスのアイルランドに抜かれ、アイルランドが2位になる。ブルックスは2番手スタートであったが、ギアボックスのトラブルで、1周で、エンジントラブルのためにリタイアしたリベントローに続いて2周目で、リタイアした。 ダンガーニーも4周目にエンジントラブルでリタイアした。アイルランドが13周目にクラッシュし、ブラバムは、そのリードを広げていった。フィルヒルが2位に浮上し、次の周回でブラバムに接近したが、ブラバムはリードを守った。一方で、エンジントラブルは続いた。ボニエが14周目、デイは16周目にエンジントラブルでリタイアした。中段では、ブリストーとメレスが6位争いを繰り広げた。 丸めりで、ブリーストーはラインを外して、メレスへのアタックを試みた。車コースを外れて、コースバリアに激突、バリアは鋭利な刃物となって、ブリーストーの首は切断された。ブリーストーは1960年に死亡した二人目のドライバーであった。一人目は、ノンタイトル戦のシルバーストーンのプラクティスで死亡した、ハリー・シェルであった。ブリーストーの事故後、メレスは、 チームメイトのトリップス同様トランスミッションのトラブルでリタイアした。ブリストーの事故から5週後の24週目にアラン・ステイシーの頭に鳥が衝突。ステイシーはマスターでコントロールを失い土手に激突。ブリストー同様に車から投げ出された。ステイシーのロータスは炎上した。ステイシーは死亡し、ホングランプリ2件目の死亡事故となった。コースに残ったのはわずか7台であった。 ブラバムはフィルヒルとマクラーレンを従えてレースをリードし続けた。フィルヒルのフェラーリは燃料ラインを損傷しピットで修理する。これによってマクラーレンが2位に浮上しグラハムヒルが3位となった。ブラバムはチームメイトのマクラーレンに1分以上の差をつけて優勝した。ブラバムは前線に続いて連勝となりポールポジションからスタートして 全ラップをリードして優勝するというグランドスラムを達成した。アイルランドとフィルヒルは共にファステストラップを記録。アイルランドにとってはキャリア唯一の記録となった。3位を走行していたグラハムヒルは35周目にエンジントラブルでストップした。規則ではゴールが認められるためにはフィニッシュラインを越えなければならなかった。グラハムヒルはラインを越えることができず、ジャンドビアンが3位となった。 これはジャンドビアンにとって初の表彰台となった。フィルヒルが4位に入り、クラークは5位に入って初のポイントを獲得した。ビアンキはトップから8周遅れの6位となり、初のポイントを獲得した。マクラーレンがドライバーズランキングをリードし、2位に浮上したブラバムと4ポイント差であった。コンストラクターズランキングではクーパーがロータスに対して13ポイント差をつけ、 3位のフェラーリはロータスに2ポイント差と迫った。ブラバムもクーパーもこのサーキットで優勝したのはこれが唯一であった。多くの深刻な事故が発生し、オーガナイザーは車が速すぎてあまりにも危険だという結論に達した。これは次シーズンにエンジン排気量を1.5リットルに制限するという規制につながった。死亡したブリストーとステーシーに対して、 授賞式で1分間の黙祷が行われた。ありがとうございます。